写真拡大。阪神のジェフリー・マルテ内野手、28が21日の DeNA 戦、京セラドームで2打点の活躍。4番の存在感を見せた。まずは4回1死2塁。DeNA の先発で D1 位、上茶谷から粘ると、7球目の140キロ直球を弾き返した。三塁線を破る敵陣二塁打はリードを2点に広げる貴重な一打となった。さらに6回、先頭の D3 位木浪が左翼線にポトリと落ちる二塁打で出塁すると、福留の1ゴロで1死3塁。ここでもマルテがきっちり右飛を放ち、追加点を挙げた。2試合連続の複数打点で、虎党を沸かせた。